はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱江先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、前回の前編に続き後編になります。初めてのドリフトダイビングの攻略の後編っていうような形ですね。まあ、前回までの簡単な振り返りとすると、まずエントリーから選考までの流れと注意点というようなお話をしました。エントリーの仕方、それから集合の仕方、それから2つ目にドリフトダイビング中の注意点として、自分のいる位置だったりとか、自分のいる水深だったり、トラブルが起こったり、そういうことないようにするためには、そういうようなお話をしていきました。今回はですね、浮上からエキジットまでの流れと注意点、そして4つ目、万が一の時の対処、この2つについて今回は後編の方でお話をしていきたいと思います。では早速ですね、浮上からエキジットまでの流れと注意点というようなお話をしていきましょう。前回までの流れでエントリーして水中移動をしてっていうようなとこまで行きました。で、大体潜水時間35分から40分ぐらい、まあ、35分ぐらいで安全停止に入って、40分ぐらいで浮上というような形になるのがドリフトダイビングなんですけども、一通りまあダイビングが終わった後に、浮上からエキジットまでの流れの時に、浮上体勢に入る頃、ガイドとかが水深を上げてくださいっていうサインを出してきます。もしくはガイドが水深を勝手に上げていきます。ですので、前回の講座でも言ったんですけど、ドリフトしてる時はガイドの水深にある程度合わせていくのがセオリーですので、ガイドが水深を上げていったならば、自分もしっかり見ていて水深を上げていってください。たまに下の方で取り残されてる人とかいますので、しっかりと水深を合わせて、あ、もうそろそろ浮上の時間になってくるなと思ったら、少しガイドとの距離を詰めておいて、浮上体勢に入る準備をしておきます。で、ガイドが水深を上げ出したり、みんなの方を振り返って、そろそろ水深上げてとか、安全停止に入るよとかね、こういうような合図が出てきたならば、浮上体勢に入っていきます。で、先行と同じように、浮上もロープがないフリー浮上になりますので、急な浮上はしないように、しっかりと浮上をコントロールしながら、 BC コントロールしながら、ゆっくりゆっくり水深を上げていきます。で、この際にずっとコンピューターばっかり見ながら浮上をしていくと、自分の位置関係っていうのが分かんなくなります。ですので、特にドリフトダイビングの浮上に関しては、コンピューターも見るんですけども、目視もすごく必要になってきます。コンピューター見ながら水深上げていきながら、ガイドを見たり水面を見たり、通常浮上の時に結構コンピューターじっくりこうやって見てる人いるんですけど、上手な浮上っていうのはドリフトに限らずなんですけど、コンピューターは見るんですけど、目視で水深管理をしていくことってのは非常に重要になってきます。特にドリフトダイビングに関しては、みんな一緒に流れているわけですから、中層で、船が固定されているわけじゃないので、要はどんどん浮上中も場所が移動してってるわけですよね。こうにやりながらもどんどんこうやって流されてるわけですので、パッて気づいたら、あれ、自分だけどっか違うとこいるとかっていうことになっちゃったりしますので、しっかりとコンピューターも見ながら、ガイドも見ながら、水深変化も見ながら、浮上体勢に入ってください。で、水深が5メートル台に入ってきたらば、安全停止に入りますっていうような合図がありますので、安全停止に入っていきます。で、この際に異常に浮上が遅すぎたり、浮上が体勢に入ることに気づくのが遅すぎたり、浮上体勢の時なのに何かを見つけて追いかけてしまったりして、安全停止のタイミングが他の人と合わなくなる時があります。こういうことがないようにするのが一番いいです。安全停止のタイミングが合わないと、最初に安全停止入った人が安全停止終わってるのに、みんなコンピューター大丈夫ですかって言われた時に、まだ自分はあと2分ありますとか、まだ今自分は1分ありますとか、そうすると安全停止最初に入ったグループはもう6分も7分もずっとそこで待たされるような感じになりますので、安全停止のタイミングもしっかりと周りと合わせていく、これも重要なポイントの一つになってきます。そして安全停止が OK になりました。安全停止が OK だからって、今言ったように自分が OK だから上がるわけじゃなくて、チーム全体が安全停止 OK になった段階で、ガイドが浮上しますと合図が出ます。そしたらば、また水面までゆっくり浮上していって、水面に顔を出してください。水面に出るんが嫌で、たまに水中に待機してる人がいるんですけども、水中に人が待機してる段階では船を寄せることができないですね。船側から中でペラで巻いちゃう事故とかあると怖いので、人数確認とかができないと船を寄せることができないので、水中で待機するんじゃなくて、しっかりと水面に出てください。で、水面に出たならば、 BC の浮力を確保して、まずはガイドの位置と船の位置を確認してください。船がどっち側からアプローチをしてくるのかなっていうことをまず確認します。で、水面に出て船が確認できたならば、ガイドが指示を出します。一旦空気を入れて浮力を確保しながら、少しまとまってください。みんながバラバラだと船が寄せきれませんので、ある程度みんながまとまります。この時に水面待機をするんですけど、 BC をパンパンにしすぎないでいいです。ある程度自分が浮いてるぐらいがいいです。パンパンにしすぎると、水面でこう浮きすぎてコントロール取れなくて、グラ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 したりとか、横の人とかぶつかってガチャガチャしたりとか。で、まとまってくださいの時も、みんなが団子状態でぐちゃぐちゃになると、みんなの次の水面
面移動ができなくなりますので、ある程度まとまるんですけど、少しはゆとりを持って距離を持ってっていうような形になります。でそこから船がみんなの状態が OK だったら船が寄せられてきます。ガイド側から船の方に寄せて OK だよって合図が出たら船が寄せてきます。でダイバーがいて船が寄せるんですけども、この際の注意点として、船は係留されてるわけじゃありませんので、風の影響でずっと動いてます。ですので自分がアプローチした時にボーっとしてると船からどんどん離されていく。なのでエキジットする時にはラダーがいくつある船でエキジットするのか分かりませんけども、ラダーの近くで待機をして、しっかりと他の人のエキジットを待って自分の順番になったらスムーズにエキジットしてください。でこの時にフィンを脱ぐのがすごい時間かかっちゃったり、エキジットのところではしごにこんなんしてのんびりしてカメラを渡してなんか自分のフックのこんなんやってたりすると、次に上がってくる人とか、さっき言ったように船が動いてますので、どん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 船が例えば浅場にもう持っていかれちゃうとか、そういう危険性も出たりするので、エキジットもとにかく早くです。前の人が上がったら次の人もスムーズに早く、上がった後の行為とすると、上がってすぐのところで止まってタンクを下ろしたりするんじゃなくて、上がったならば極力次々上がってくる後ろのスペースを開けるために奥に詰めていくような形になります。それが浮上からエキジットまでの流れになってきます。いくつかね細かい注意のところがあったと思うんですけども、その辺をしっかりやっていくと、上手な浮上、安全停止から水面で船へのアプローチ、それからエキジット、ここまでがうまくいくんじゃないかなと思います。ではですね、最後万が一の時の対処というようなお話をしておきましょう。最初にもお話ししたんですけども、ドリフトダイビングっていうのは非常に快適で、大物を見れたりとか体のストレスなくすごい気持ちよくダイビングができる一つの方法なんですけども、やっぱりそれなりに少し技術的なこととか、あとはトラブル的なことっていうのが要素があるのも事実なんですね。だからある程度のレベルじゃないとドリフトダイビングってできないんですけども、じゃあそんなどんなトラブルがあるのかっていうと、まず水中でロストしてしまったら、これは通常のダイビングの時もそうですけども、ガイドさんとか自分が居場所が分かんなくなっちゃう。周りを見渡しても誰もいなくなっちゃう。どんな時に起こるかっていうと、自分が潮の流れに乗っているのにいきなり止まって写真撮影とかして粘っちゃって、パッて見たらあれいないというような感じになったり、そういうような時にロストしたりします。ですので最初の前編の講話で言った通り、ドリフトの時は何かに捕まって写真撮ったり、腰を据えて何か写真撮ったりっていうことはできないですよっていうようなお話をしました。そういったロストが起こってしまった時にはどうにするか。無理に潮はもう先に流れてるはずだって言って一生懸命追うんじゃなくて、潮には流れながら構いませんので、流されながらゆっくり浮上体勢を取ってってください。もしも遠くに泡が見えたならば、スピードを上げてそこに追いついてください。もし泡もどこにも見えないってなったらば、あちこちあちこち行くんじゃなくて、そのまんまゆっくり潮の流れに乗りながら浮上体勢に入ります。で浮上体勢に入った後、一旦水面に顔を出してください。でそこからなんですけども、そんなことが起こった時のためにドリフトダイビングではシグナルフロートっていうのを所持しておいてください。シグナルフロートっていうのはこういうものなんですけども、下側から空気を入れて、ふわーっと空気を入れるとフロートがこう立ち上がっていきます。これを水面で立てて、ぐっと下に引いていくと水面でこれが立ち上がるんです。でこれが何を意味するかっていうと、ボート側からダイバー一人が浮いてる姿っていうのは見えないんです。水面に出た時にダイバーが船を見つけることはできるんですけど、船が一人のダイバーを見つけることってのは非常に困難なんです。そんな時のためにしっかりとこのシグナルフロートを上げて、自分がトラブルで今ロストなりして一人で浮いていますよっていうことをやると、船がそれを見つけて一旦近くに寄せてきてくれます。そしたらばスムーズにエキジットして、そうすると必ずガイドなりアシストなりが上がってきますので、そこで合流してもいいしね、無理に探さず浮上体制に入るというような形です。漂流してしまった時っていうことですよね。自分一人が漂流してしまった時の対処です。それからじゃあ今度は船になんかトラブルがあったと、でチーム全体が浮上したんだけど、船がエンジントラブルで迎えに来れないっていうような状態になってしまった時、そんな時は必ずドリフトのガイドなりが連絡方法を持っていたりとか、 GPS を所持してたり、携帯電話を所持してたり、いろいろ対策はしていますので、ガイドの近くに落ち着いて留まってください。浮力を確保した状態で。でその時に一番大事なのはチーム全体が離れずにいることです。チームが例えば船を見つけて、あ船来たってちょっと怖くなっちゃって、あ船に行っちゃったみたいな感じになると、チーム離れると絶対に何か大きなトラブルになっちゃいますので、チームは一丸となって動きます。そして多少動揺はあると思うんですけども、しっかりとガイドの指示に従って落ち着いた行動をとってください。そうじゃないと、こっちの人がパニクリ、こっちの人がパニクリ、こっちの人がパニクリってなっていくと、どん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 そのチームが士気が下がって、助かるものも助かんなくなってきてしまいますので、しっかりとチームがまとまって、ガイドの指示に従って、自分の中で安心にして、落ち着いて対応していく。決してパニクらないっていうこと。そんな時に、どうするんですかとか、これ今からどうなるんですか、私たち大変じゃないですか、そんな罵声を出したとしても、その後の対応に非常に影響が出てきますので、ガ
イドがしっかりとリーディング取りました。皆さん大丈夫です。船側が気づいていませんけど、今ヘルプの対策を取っていますので少々お待ちくださいとかね、もしくはゆっくりでいいですからリーフをめがけて陸に上がることも想定しながら移動していきますとか、そういうような指示が出たりしますので、その指示に従っていくような形になります。今度は水中での途中トラブルがあった場合、さっきはロストしてしまった場合とかがありますよね。あとは途中で水中のトラブルがあった場合とかですね、途中で気持ち悪くなっちゃってもう潜水続行するのがきつくなってきたとか、あとは機材がトラブっちゃってホースが切れてどんどんそこから漏れてしまったとかね、そういうことがあった場合はガイドに伝えて全体で浮上するか、もしくはアシスタントなりがいて一緒にその人と浮上してくださいっていう体制を取るかしますので、慌ててすぐにガイドなりスタッフの方に知らせて浮上というような形になります。その際はみんなと別れて浮上するんであれば、一緒についたスタッフの人と先の方法でエキジットっていうような形になっていきますので、それも覚えておくといいと思います。まあ、万が一の時の話をするとやっぱり少し怖さがあるなっていう思いはあると思うんですけども、そのリスクを背負ってドリフトダイビングをやっているっていうようなことは頭の中に入れとかなければいけないことです。その辺をしっかり整理しておいて、万が一の時も慌てず対処できるようにしておいてください。まあ初めてのドリフトダイビングですので、ガイドの方もしっかりケアはしてくると思いますが、皆さんもその辺の注意点をしっかり整理して、今やった今回やった前編と後編のところをしっかり頭の中でイメージして整理して挑戦してみると、ドリフトダイビングがすごく快適に思えて終わると思います。ドリフトダイビングっていうのは流れに乗って非常に快適で、魚もいろいろ見れるダイビングですので、ぜひですね楽しんでみてください。はい、ということで今回は前編後編の2つにわたって初めてのドリフトダイビングの攻略っていうようなお話をしてきました。はい、今日はこれでダイビング講座は終わりにしたいと思います。また次回。